日本の幸福、日本の幸福、日本の幸福、日本の幸福とは、通常、第二次世界大戦、太平洋戦争末期の日本による、ポツダム宣言受諾、1945年8月14日から、幸福文書署名、1945年9月2日に至るまでの過程を指す。以下、日本及び、日本の各占領地における経過を説明する。 1944年、昭和19年7月、岸信介国務大臣兼軍事次官、開戦時は、商工大臣が、東条秀樹首相に、本土爆撃が繰り返されれば必要な軍事を生産できず、軍事次官としての責任を全うできないから、こうはすべしと進言した。これに対し、東条秀樹は、岸信介に、ならば辞職せよと辞職を迫った。ところが、 岸信介は当条配下の憲兵隊の脅しにも屈せず辞職要求を拒否し続けたために、閣内不一致は明白となり、当条幕府とも呼ばれた海戦内閣ですら、内閣総辞職をせざるを得なくなった。しかしながら、憲兵隊を配下に、持ち陸軍最大の権力者でもある、当条秀樹が内閣総辞職をして、次の内閣の背後に回ったため、 その後の内閣も大東亜戦争を無理やり継続せざるを得ず、岸信介が半ば命をかけて訴えた停戦講和の必要性すら大っぴらには検討しにくいという状態が続く。1942年6月7日のミッドウェイ海戦での大敗北以降、アメリカ軍の反抗による本土への空襲は時間の問題であったため、戦争終結への動きはこの後も水面下で続く。 1944年、昭和19年、東条秀樹内閣の後継の小磯国秋内閣は、本土決戦を準備しつつ、和平工作を秘密裏に模索した。宇垣一世元陸軍大臣を、品大陸に派遣し、小海石政権との和平交渉を打診した。そして、1945年、昭和20年3月には、南京国民政府交換でありながら、すでに、 小解石政権と通じていることが知られていた、牧品を日本に招き、和平の仲介を依頼した。ところが、茂光葵外相が牧品を信用せず、小磯国昭首相と対立し、これも、閣内不一致で、内閣総辞職となった。この間の1945年、昭和20年2月、この絵文丸元首相を中心としたグループは、戦争がこれ以上長期化すれば、 ソビート連邦軍による占領及び、日本の石化を招くという危険性を訴えた上で、戦争の終結を求める、この絵上層文を昭和天皇に権限した。ところが、昭和天皇はこれを却下し、この工作を察知した憲兵隊により、吉田茂、後の首相、岩渕達夫、植田俊吉らいわゆる、ヨハンセングループが逮捕された。そして、昭和前期の日本軍部、 政治家、官僚は国体語辞を主張しつつ、もはや勝利の見通しの全く立たなくなった戦争をさらに継続させた。1945年4月7日に成立した鈴木貫太郎内閣の統合持ち長外相は、日ソ中立条約が翌年4月には期限が切れてもそれまでは有効なはずであったことから、ソビエト社会主義共和国連邦を 中介役として和平交渉を行おうとした。東合持長個人はスターリンが日本を侵略国と呼んでいること、1944年革命記念日演説から連合国との和平交渉の機会をすでにしたと見ていたものの、陸軍が日ソ中立条約の終了時もしくはそれ以前のソ連軍の満州への侵攻を回避するための外交交渉を望んでいたため、 ソ連が日本と連合国との和平を仲介するといえば、軍部もこれを拒めないであろうという事情。また逆に、ソ連との交渉が破綻すれば、日本が外交的に孤立していることが明らかとなり、軍部も実質上の幸福となる条件を受け入れざるを得ないで、あろうという打算があったとされている。かつて、東郷持永自身、中蘇大使として、モスクワで、 ノモンハン事件を処理し、ソ連との和平を実現させたという成功体験も背景にあったとされる。翌5月、最高戦争指導会議構成員会合、首相、陸将、海将、外将、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長の6人において、東郷持長外相は、ソ連の参戦防止及び、 ソ連の中立をソ連に確約させるための外交交渉を行うという合意を得た。当初、これに大東は戦争終結も目的として含まれていたのであるが、アナンコレチカ陸将が本土を失っていない日本はまだ負けていないと反対したため、上記二項目のみを目的とすることとなった。東郷持永は、元上司で元首相の広田幸喜を、 ヤコフマリクソ連大使と箱根などで会談させたが、戦争終結のための具体的条件や、戦争終結のための依頼であることを明言しなかったため、何ら成果はなかった。その上、6月6日、最高戦争指導会議構成委員会合で、国体護事と高度保衛のために戦争を完遂するという、今後、サイル壁戦争指導の基本大綱が採択され、それが、 午前会議で正式決定されたため、日本側からの早期の戦争終結は少なくとも、表面上は全く不可能となった。にもかかわらず、矛盾することに、木戸孝一内大臣と、東郷持長外相及び与内三政外相は、第二次世界大戦の再現内長期化を有料して、ソ連による和平の圧戦へと動き出した。木戸から、ソ連の圧戦による、 早期戦争終結の提案を受けた昭和天皇はこれに同意し、6月22日の午前会議でソ連に和平圧戦を速やかに行うよう政府首脳に要請した。しかし、統合による広田・マリク会談はそれまでと同様何ら進展しなかった。ただし、広田後期は1932年、昭和7年の立ン報告書のことを考えれば、 大きに死したかもあるが、マリクとの最後の会談で、ソ連に和平圧戦の条件として、満州国の中立化をソ連に提案はしている。しかし、マリクは政府上総部で真剣に考慮されるだろうと、回答しただけであった。7月7日、これを伝え聞いた天皇は、東郷に信書を持った特使を派遣してはどうかと述べた。そこで、東郷持長外相は、 このフミマロ元首相に特使を依頼し、7月12日、このフミマロは天皇から正式に特使に任命された。日本外務省はモスクワの日本大使館を通じて特使派遣と和平圧戦の依頼をソ連外務省に伝えることとなった。しかしながら、すでにソビエト連邦は1945年昭和20年2月のヤルタ会談において、 ヨーロッパ戦勝記念日から3ヶ月以内に対日戦線することで米英と合意しており、それとは矛盾する日本政府からのソ連中立の要請や応答は戦争の停戦講和の依頼など受けられるはずがなかった。5月から6月にかけて、ポルトガルやスイスの陸海軍駐在部官からソ連の対日参戦についての情報が日本に送られたり、モスクワから帰国した。 陸軍駐在部官補佐官の浅井勇中佐からシベリア鉄道におけるソ連兵力の極東方面への移動が関東軍総司令部に報告されたりしていたがこれらの決定的に重要な情報はすべて昭和の日本軍外務省の間では不都合すぎて真剣に共有されなかったか重要性に気づかれないまま捨て置かれていただけであった1945年7月ソ連は ベルリン郊外のソ連支配地域であるポツダムにおいてポツダム会談を主催しアメリカ合衆国イギリス中華民国の行政府トップの署名によるポツダム宣言に同意するその際ソ連へのこの f ミマロ特使による和平工作についてアメリカイギリスと協議しソ連は対日戦線復刻まで日本政府の紹介を放置することとした他方日本政府は なおもソ連政府による和平仲介に期待し続け、前もって破滅的な惨劇を警告してくれているポツダム宣言を黙殺する方針をとり、その結果、日本は大本営発表、全体主義、排外主義、国家浸透などのためにポツダム宣言を黙殺せよ。鬼畜米英に騙されるな。という論調一式となった。8月6日の広島への原爆投下。 8月9日の長崎への原爆投下があったが、日本の降伏を決定づけたのは、8月9日未明のソ連対日産戦であった。中立条約を結んでいたソビエト社会主義、共和国連邦の北方からの参戦は、自ら全く余計な大惨劇を招いた上での、全日本軍無条件降伏しか、選択肢がなくなっていた。1945年8月15日、 天皇によるポツダム宣言受諾を国民に知らせを得、鈴木貫太郎内閣は、総辞職した。後継首相には、降伏、占領に対する軍の抵抗を懸念して、皇族の東国の宮都彦を、当時が指名された。8月30日、連合軍最高司令官、ダグラス・マッカーサー・元帥が、マニラから沖縄経由で、神奈川県厚木市の厚木海軍飛行場に到着した。 同じ日、アメリカ第11空挺団の輸送機150機が4200人の部隊を乗せて飛来し、日本占領が始まった。1945年9月2日には、東京湾横須賀沖に停泊していたアメリカ海軍の戦艦ミズーリ上で降伏文書の調印式が行われた。日本側は、外相茂光葵、大日本帝国陸軍参謀総長、梅津義次郎が、 幸福文書に署名した。厚木航空隊事件のような反乱事件がいくつか起きたものの、日本国内、アジア各地に展開していた日本軍は、ほとんど抵抗らしい抵抗もなく、約60日で武装解除された。満州、中国東北部、南カラフト、サハリン、千島列島などにいた日本軍兵士数10万人、86万人と言われるは、ソ連軍によって、 武装解除後シベリアをはじめとするソ連領内に連れ去られ一年から数年にわたる過酷な自然と劣悪な待遇のもとに強制労働に服し約6万8千人が死んだ日本は朝鮮半島をアメリカとソ連に台湾を中華民国に南カラフト及び南北千島列島及びハボマイシコタンをソ連に本州北海道九州及び四国並びに 我ら、連合国の決定する小島、ポツダム宣言をアメリカによって占領されたが、今度はアメリカとイギリスという2国のみに占領され、同じ敗戦国のドイツのようなイデオロギーが対立する、複数の連合国による分割占領を免れた。ソ連は参戦後に、釧路市とルモイ町、現在のルモイ市の両都市と、それらを結ぶ線により、 北の北海道を占領する意向を8月15日に示したが、アメリカが衆国大統領とルーマンが即座に拒否した。マッカーサーは、はじめ日本を直接に統治する軍政を施行とし、9月3日にその旨布告しようとしていたが、前日にこの方針を知った日本政府の要請を受け入れ、結局、日本政府を通じた間接統治の形を取ることとした。この マッカーサーの突然の判断変更の背景事情としては、アメリカの対日政策立案を1944年暮れから手掛けていた SWNCC、スウンク国務陸軍海軍参照調整委員会が1945年8月22日から31日にかけて起草した降伏後におけるアメリカの初期の対日方針の中で最高司令官は、 天皇を含む日本政府機構及び小機関を通じてその権限を行使すべし、つまり間接統治が対日占領政策として最適であろうと分析していたことが挙げられる。日本はアメリカ軍とイギリス連邦占領軍を中心とした連合国軍による占領統治のもとに置かれ GHQ が一連の戦後改革を連合国軍最高司令官の布告命令。 指示によって展開させた。1946年、昭和21年11月3日に、大日本帝国憲法が改正された、日本国憲法が公布され、1947年、昭和22年5月3日に、同憲法が施行された。1951年7月20日、日本政府に講和会議出席の調整状が届いた。その10日前の7月10日には会場。 ケソンで朝鮮戦争の休戦会議が始まっていた。9月8日にサンフランシスコ市内のオペラハウスでサンフランシスコ平和条約が日本を含む49カ国で調印された。講和会議に招かれた52カ国のうちソ連とチェコスロバキア、ポーランドはアメリカやイギリスなどとの意見の対立から調印を拒否した。また戦後独立したばかりで 独立国家として日本と対戦していなかったインドビルマユーゴスラビアは調整に応じなかった。また国境内戦の結果台湾へ逃れた中華民国と建国されたばかりで日本と戦っていない中華人民共和国、日本の同盟国であったドイツを引き継いだ西ドイツと東ドイツ、イタリアは調整されなかった。なお大韓民国は会議への調整を主張したが 戦後に建国されたために日本と交戦しておらず、さらに対戦当時は日本領であり多くが自主的に日本軍の将兵として参戦していたことを理由にアメリカから調整を拒否されている。講和条約が発効し、連合国軍による日本占領が終結したのは1952年4月28日であった。しかしながら、 横井正一や小野田博士郎に代表されるように、少なからぬ兵士が終戦の伝達が困難な環境で潜伏していたために終戦後も戦闘状態を長期継続していた。ただし大半は数年で帰還した。旧日本軍兵士や万毛開拓青少年義勇軍たちの中には、八祖寺軍や国民政府軍に強制的に参加させられ、国境内戦に従軍したものもあった。 また、自ら除隊し、インドネシア独立戦争や、ベトナム独立戦争に目を投じる者もいた。伝統的な戦時国際法において、休戦協定の合意は口頭による同意によればよく、文書の趣向を要件としない。このため、休戦が協定された日と休戦協定が、外交文書、幸福文書として固定された日は異なり、実際に、各地の戦線で休戦が合意された日もまた異なる。 そのため現実に戦闘が停止された日付、あるいは現地日本軍が降伏した日、あるいは降伏式を取り行った日付には前後があり、また日本国政府が停戦を通告した日、最初のものは短波ラジオを通じた8月10日、連合国の各司令部により停戦の事実が確認された日などにも前後関係がある。今日、終戦の日とは昭和天皇が 玉音放送によって、大日本帝国政府が、ポツダム宣言の受諾、イコール日本軍の降伏表明を、連合国側に通告したことを、国民に放送を通じて公表した1945年、昭和20年8月15日とするのが、一般的である。一方、大日本帝国政府が、ポツダム宣言の受諾を連合国側に通告したのは、前日の8月14日であり、 玉音放送によって読み上げられた、終戦の証書の日付もその日となっている。大日本帝国政府及び連合国代表が幸福文書に調印した日は、1945年、昭和20年9月2日であり、諸外国ではこの日を、対日戦勝記念日としている例が多いが、中華民国や中華人民共和国、旧ソビート連邦のように9月3日とする国もある。なお、 国際条約として、日本国が、交戦国と正式に平和条約などを締約し、戦争状態が終了した日は、日本国との平和条約が発効した1952年4月28日、日本国と中華民国との間の平和条約が発効した1952年8月5日、日ソ共同宣言が発効した1956年12月12日である。 ただし日ソ共同宣言は、戦争状態の終了を確認した条約である。日本軍が有利な、展開なうちに早期に休戦、終結させる試みは、1942年、昭和17年の時期から一部の政治家、官僚、民間人の間で模索された。しかし、戦争勝利を大義とした東場内閣及び、軍部により弾圧され、 中野聖号のように自決に追い込まれもした。終戦工作としては、他に以下のようなものが知られる。これらはいずれも和平条件の問題や、日本側による仲介者への不信、タイミングなどから実現には至らなかった。本土防衛の軍隊は、各地で GHQ に対する降伏式を行っている。青森県の場合、宇垣き幹海軍大港警備府司令長官、 星則元、陸軍五十軍司令官、金井元彦県知事らが1945年昭和20年9月9日に大港湾洋上のアメリカ軍艦パミナント上で占領命令書に署名している。アメリカ軍側は9月2日に日本と連合国の降伏文書調印を踏まえ24時間以内に北海道と北、東北を管轄する道警備府が 武装解除することなどを命じている。9月7日に南西諸島の軍を代表して、第28師団司令官、並年夫中将と、高田敏貞少将、加藤忠雄海軍少将の3名が、日本軍の沖縄戦降伏文書に調印し、ジョセフ・スティルウェル米国陸軍大将が、日本軍の降伏を受諾し署名することで、沖縄戦が公式に終結する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。